機器にアナログ音声信号を伝送するための rca ピンジャックが備えられているラインとは音響機器間でアナログ音声信号を伝送する端子信号の総称であるラインは信号伝送に使われる端子でありパッシブ型のスピーカーやヘッドフォンマイクロフォンピックアップといった増幅を要するトランスデューサー用の端子とは区別されるラインの電気的特性には。 業務用、民生用といった分野や国ごとに、デジュリスタンダードや、目安とされる、デファクトスタンダードが存在する。ラインに使用される電圧レベルは、ラインレベルと呼ばれる。民生用音響機器では、アンバランス電送がマイナス 10dBV、バランス電送が 2VPP、業務用音響機器では米国においてはプラス4デブ、ドイツにおいてはプラス6デブが、目安とされる。 理想的には、出力インピーダンスと入力インピーダンスを一致させることで、最も効率よく信号が伝送される。インピーダンス整合を取る場面では、歴史的にかつて機材を共用した事情から、電話回線と同等の600オームがよく使われる。この方式は入出力双方で、電圧、電流、電力が一致し、 基準レベルの統一が必要なスタジオ設備などで使われる。一方、出力側をローインピーダンスに、入力側をハイインピーダンスにする、インピーダンスブリッジング、いわゆるローダ支配受ハイ受けと呼ばれる方式も取られる。この方式は整合させた場合と比較して、損失はあるが、危機感のインピーダンスのばらつきがあまり問題にならず、分配を扱いやすい長所がある。 この方式は、基準レベルの厳密でないスタジオ設備や、ほとんどの民生用機器で使われている。伝送理論上、電話回線のような長距離の配線の扱いは、回路のモデル的にも、分布定数回路となり、不整合による反射や損失が問題となるため、整合させなければならない。一方、スタジオ設備の配線のような、 集中定数回路として扱えるアナログ音声信号の波長に対して影響が無視できる長さの伝送路では反射や損失は一般に対した問題ではないためオーディオの分野ではインピーダンスブリッジングのような利便性が優先され利用されている業務用機器の背面バランス接続のため3ピン XLR キャノン TRS フォーンジャックが備えられている 機器同士の接続には、アンバランス接続、または、バランス接続方式が使われる。アンバランス接続は設置線と単一の信号線で接続する方式で、RCA ピンコネクタや TS フォーンコネクタを採用する機器で広く使われる。バランス接続は設置線と、作動信号用のホット線、コールド線で接続する方式で、同一位相。 強度で混入したノイズを入力回路で打ち消す長所を持つ。3ピン XLR キャノンコネクタを採用する業務用機器などで使われる。ライン入出力に用いられるコネクタには RCA ピン、フォーン、XLR キャノン、110号、TT バンタムといったものがあるが、これらに限られない。コネクタを変換する変換アダプタも市販されている。 アンバランス接続では2極のものが、モノラル1チャンネル3極のものが、ステレオ2チャンネルの接続に使われる。バランス接続では3極のものが、モノラル1チャンネル5極のものが、ステレオ2チャンネルの接続に使われる。ラインは、ヘッドフォンやマイクロフォン、エレクトリックギターなどの電気楽器の端子とは、電気的特性が異なり、 接続には増幅調整や変換が要される。専用の中継機器としては、下記のような機器が使われる。このほか、中継回路を内蔵したり、複数の入出力を合わせ備えた、AV アンプや、パワードミキサーといった、汎用機器も使われる。ありがとうございます。